皆様、お待たせいたしました。てんこ盛り屋です、ね、今日もね、てんこ盛り食堂始めていきたいと思います。今日作るのはですね、このこちら見てもらったらわかると思うんですけれども、お好み焼きの中でも広島風お好み焼き。というのもですね、このてんこ盛り屋がですね、広島出身なんですね。ということで皆さん、広島風お好み焼きもしくは広島焼き、今日は作っていきたいと思います。材料はこちら、キャベツの千切り、今日は豚肉を使っていきますですね。卵で、こちら天かすですね。で、青ネギ、焼きそば、はい。ではビールを使っていきます。何に使うのかはお楽しみで。そしてこの一番大事になってくるこの生地、小麦粉80に対して水が120、みりんが30という形になっております。はい、というわけでですね、材料が分かったところで早速焼いていきたいと思います。じゃあね、ホットプレートの温度は180度か200度ぐらいに設定して、ちょっと温めておく。温まったホットプレートに油を塗っていきます。じゃあまずですね、この生地を最初1枚焼いていきたいと思います。そしてこの上にキャベツ、このような感じで乗っけていきますね。キャベツを乗っけて、次にこの天かす、天かすを乗っけていきます。ちょっと生地を回しかけます。これがつなぎになるんですね、はい。そしてこの上に豚肉、はい、このような感じですね。形を整えながら、ちょっとね、生かなっていうくらいタイミングでひっくり返していきます。じゃあいきますよ、いきますよ。いや、もうちょっとやりましょう。ちょっと横から見ていただいて、いい感じ焼けてきたところでひっくり返していきたいと思います。せいせいせい、はい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 、まあ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 、ちょっと崩れちゃってもね、まあこれもご愛嬌ですから。で、裏面を焼いていきます。この豚肉の面を焼いている間に、横で焼きそばを作っていきたいと思います。まずこの市販の焼きそばを置いていただいて、テイク盛りポイント、はい、ここでですね、焼きそばを作るとき麺をほぐす際、お水を使うことが多いんですけど、ここビールを使うんですね。これビールでほぐすことによって、麺がまさにお店の味になっていくわけですね。では焼きそばに味をつけていきます。塩コショウ、焼きそばソース、まあこんな感じで味をつけていきます。で、この出来上がった焼きそばの上に、このお好み焼き生地を乗っけていきます。あらかたできてきましたよ。こうやってある程度焼きそばが焼けて固まってきたら、ここに卵を入れていきます。で、これをね、軽く崩してあげますね。軽く崩してあげて、そしてこの上に、この上を乗っけていきます。はいはい、感じですよね。はい、こういう感じで、あとは焼けるのを待つだけと。はい、ということでね、2、3分ちょっと待ってみたんですけども、ここちょっとね、焼けてるかどうかちょっと確認したいと思います。テイク盛りチェック。やっぱ僕はね、もうプロなんで音で確認しますけどね。今です、今もう焼けてますね。これはいきますよ、ひっくり返していきます。3、2、1、せいせいせい、よし、できました。皆さん、いかがでしょうか、この綺麗な卵の、いや、美味しそうですね。こうやって、まあ、ソースを全体綺麗に伸ばして、これがね、鉄板に落ちた時にいい音するんですよ。で、まあ、お好みでね、マヨネーズ、最後、青ネギですね。はい、ということで完成でございます。どうですか皆さん、この見た目もう美味しそうに出来上がりました。皆さん見てもらったら分かると思うんですよ、簡単にできますね。皆さんもぜひご自宅で
関西風だけなら広島風お好み焼きも作っていったらどうでしょうか。では早速出来上がったお好み焼きを食べていきたいと思います。久しぶりにね、広島のお好み焼きを食べるんでね、自分で作ることなかなかないんですけど、実際家でよくやってたんで、じゃあいただきます。うまい。はい、ということで第1回てんこ盛り食堂第1回はですね、広島風お好み焼きを作っていきました。では皆さん、また次回お会いしましょう。